以前ご紹介した月山貞一には見事な彫り物が施されていましたよね。今回は彫り物の代名称でもあった貞一の彫り物を見てみましょう。はい、はじめにね、刀身全体をもう一度見てみましょうね。ねえ、とても優美な中剃りの刀身ですよね。彫り物は刀身の表側と裏側の両面にあるようなんですね。では早速、それぞれの彫り物を見てみましょう。まずはこちらの彫り物から見てみましょうね。竜の他に花を咲かせた樹木が見えますね。こちらの樹木は梅の木になります。構図としては、梅の木に竜が巻きついている図柄になりますね。このような彫り物は、梅竜や梅栗からなんて呼ばれています。この竜は、不動明王の化身である栗から竜王のことを指すとされています。彫り物として多いものは、仏法と下道が争った末に、仏法が勝利する様子を表した、竜が剣に巻きつく図柄である、剣巻竜ですが、本作では縁起の良い梅の木に竜が巻きついていることから、長い平和を願う思いや、めでたい未来が来ることを願う思い、なんていうものが表現されていると考えられます。竜単体や梅単体の彫り物は多いんですけれども、このように梅に竜が巻きつく図柄っていうのは少ないですね。で、僕が知っている限りで、梅竜を彫っている方っていうのは、まあこちらも以前ご紹介しているんですが、一貫し忠綱ですかね。多分他にもいらっしゃるとは思うんですけれども、ね、この一貫し忠綱も彫り物の名人でしたので、同じ図柄の比較なんていうのも興味深いですよね。続いてこちらの彫り物を見てみましょう。棒状のものに何かが巻きついているのがわかりますよね。さらに棒の上側には十文字に似た剣のようなものが、さらにまたその上側には煙とも雲、クラウドですね、とも見える変わった図柄がありますよね。この棒状のものは矛と呼ばれるもので、棒の先端には十字型の剣先がついているんですね。これはここですね、旗矛と呼ばれる図柄で、矛先から旗が巻きつく図柄になっているんですね。この彫り物は毘沙門天を示しており、不動明王と同様に所持者の役を払って守護する意味を持ちます。毘沙門天はインド神話に登場する富と財宝の神でしたが、中国を経て日本へと伝来する際に、戦いに勝利をもたらす神である戦神となり、日本では多くの武士に信仰されました。そして、この旗矛の上にある、ね、煙とも雲ともつかないものなんですけれども、こちらは、ここですね、随雲と呼ばれる仏教などでめでたい兆しとして出現する紫色や五色の珍しい雲なんですね。こちらの彫り物も梅栗から同様、平和や吉兆を願う思いが込められていることがよくわかりますよね。いかがでしたか？彫り物には様々な思いや願いが込められているのですが、本作では平和への思いや幸福を願う思い、厄を払ってお守りいただくことなどが表現されていましたね。刀身彫刻にはこのような意味を持つものがとても多いです。皆さんも刀身彫刻に出会った際には、何が彫ってあるのか、
どんな思いが込められているのかなどを考えながら鑑賞してみてくださいね。以上、月山貞一の彫り物についての解説でした。